LINEMUSIC と TikTok でご配信 No. アンダーライン愛の新曲公開ミスの全貌を解明ファンの信頼を揺るがすご配信 No. アンダーライン愛の新曲事件の詳細と今後の対策ファンたちは配信日を心待ちにしていたしかし一部のファンが大騒ぎすることになったのは予期せぬご配信が原因だった No. アンダーライン愛の新曲が誤って早期に配信されてしまったのだ ファンたちの中には、楽しみが台無しにされたと感じる人もいれば、静かに待つことが大切だと考える人もいた。彼らの心の中には、メンバーがどれほど驚き、困惑しているかという思いが交錯していた。この後配信は、Line Music のサイトに情報を入力する際のミスから始まったと言われている。さらに、TikTok と Line Music がリンクしていることで、同じミスが2つのプラットフォームで生じた可能性がある。 ファンたちは、誰がどのような事情で間違えたのかわからないため、静かにスルーするのが正解だと考えている。騒ぎ立てることで、ナンバーアンダーライン愛のメンバーに辛い思いをさせることになるからだ。彼らも、全部自分たちでやっていると言っているくらいなので、責任を感じているのではないかという声もある。配信日の設定ミスは、解禁日の周知徹底がされていない、もしくはギリギリまで調整していたためと考えられる。 特に、楽曲が企業とのタイアップをしている場合、解禁の調整は所属事務所やレーベルの一存で決められるわけではないので、かなり複雑なプロセスが必要になる。戸部は大々的にスタッフ募集をしているが、スタッフの体制がまだ弱いことが外から見てもわかる。ミスが立て続けに起こるのは、この体制が整っていないことが原因と考えられる。戸部のスタッフ不足は広報にも影響を及ぼしているようで、 一人のマネージャーが全てを兼ねているのではないかという疑念もある。ミスが多すぎると、ファンの信頼を失う危険性がある。素人でもこれほど多くのミスを犯すことはないだろう。特に、タッキーがナンバーアンダーライン愛にあまり関わっていないのではないかという指摘もあり、他のアーティストに力を入れているため、ナンバーアンダーライン愛へのサポートが不足しているのかもしれない。ファンたちは、ナンバーアンダーライン愛の楽曲が財産であり、 タイアップや仕事に影響をを与えるるる。可能性があることを懸念している謝罪報道ではセキュリティに関する文言が含まれており、ハッカーによる外部からの侵入も考えられるが、真相は不明である。いずれにせよ、騒ぎにしないでゴシップ紙のネタにされないように生還するのが最善だと考えるファンが多い。ファンの中には、メンバーを心配しながらも、解禁日を楽しみにしている人も多い。 神くんプロデュースの曲には大いに期待が寄せられており、待ちきれない思いでいる。しかし、システムエラーや配信日の設定ミスが繰り返されることで、ファンの信頼を失う危険性がある。トベは、スタッフの体制を強化し、ミスを減らすための対策を講じる必要がある。また、ファンはナンバーアンダーライン愛のメンバーがどれほどの努力をしているかを理解し、応援し続けている。 彼らが困難な道のりを歩んでいることを知っているからこそ、静かに待つことが大切だと考えている。正式な発表の日には、素直に喜びたいという思いが強い。一方で、飛べのミスが続くことに対して異論を唱えるファンもいる。彼らは、ファンがかばうのではなく、問題点を指摘することでナンバーアンダーライン愛が信頼を失わないようにすることが重要だと考えている。 ートの時も配信リリース日と価格が間違って発表されたことがあったが、これは誰かが光悦を怠ったためである。ファンは、楽しみにしているからこそ、制作側とナンバーアンダーラインイがその期待を裏切らないようにしてほしいと願っている。INZM も、謎すぎるところからのカウントダウンを楽しみにしているファンが多い。事務所側が公開日程の設定をミスしたのをエラーという表現で曖昧にしているように見えるが、 ストリーミングサービス側のシステム障害ならもっと広範な影響が出るはずである。LINE でも TikTok でも No. アンダーライン I だけにご配信が続けて起こるというのは、戸部側の問題である可能性が高い。このような状況にもかかわらず、ファンたちは No. アンダーライン I の新曲を心待ちにしており、解禁日に盛り上がることを楽しみにしている。彼らは、メンバーがどれほどの努力をしているかを知っており、 その努力が報われる日を待ち望んでいる。ご配信の騒動を乗り越え、ファンとメンバーが一体となって喜びを分かち合える日が来ることを期待している。このような経験を通じて、ファンたちは自分たちの役割について再認識している。騒ぎ立てるのではなく、冷静に対応し、メンバーを支えることが大切だと感じている。彼らは、メンバーが困難な道のりを歩んでいることを理解し、その努力を称賛している。 正式な発表の日には、素直に喜び、共に祝うことができるように心待ちにしている。ファンたちの期待と不安が交錯する中で、ナンバーアンダーラインアイのメンバーは一歩一歩前進している。彼らの努力が報われる日を楽しみにしつつ、ファンは静かにその時を待っている。どんな困難があっても、彼らの絆は揺るがない。ファンとメンバーが共に歩む道は、これからも続いていくのだ。その一方で、 ファンたちは自身の役割を再評価し、メンバーのサポート方法について考え直す機会ともなった。騒ぎ立てるのではなく、冷静に、そして建設的に対応することが、メンバーを守ることにつながると気づいたのだ。ご配信の出来事は、彼らにとって試練であったが、それを乗り越えた先にはさらに強固な絆が待っていることを信じている。ファンたちは、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーがどれほどの情熱と努力を注いでいるかを知っている。その努力が報われる日を一緒に迎えるために、今は静かにその時を待つことが大切だと感じている。彼らは、メンバーと共に喜びを分かち合う日が来ることを心から待ち望んでいる。メンバーにとっても、このご配信の出来事は大きな試練だっただろう。しかし、彼らは決してくじけることなく、前を向いて進み続ける姿勢を見せている。 ファンたちは、その姿に勇気をもらい、ますます彼らを応援したいという気持ちが強くなっている。この一連の出来事は、ファンとメンバーの間に新たな信頼と絆を築く契機となった。ご配信という予期せぬトラブルに見舞われながらも、彼らは一丸となって乗り越えようとしている。その姿は、ファンとメンバーが共に歩む道のりを象徴している。ファンは、正式な発表の日を楽しみにしながらも、 メンバーがどれほどの努力をしているかを理解し、その努力が報われることを祈っている。彼らの期待と不安が交錯する中で、メンバーは一歩一歩前進している。その歩みを見守り、応援することが、ファンにとっての喜びであり、誇りでもある。ご配信という試練を乗り越えた先には、より強固な絆と信頼が待っている。ファンとメンバーが共に築き上げてきたその関係は、どんな困難にも揺るがない。 彼らの歩む道は、これからも続いていく。ファンは、その道のりを共に歩むことを誇りに思い、メンバーを支え続けるだろう。未来に向けて、ファンたちは新たな期待と希望を胸に抱いている。メンバーの努力が報われる日が来ることを信じて、彼らは静かにその時を待ち続ける。そして、その日が来た時、ファンとメンバーは共に喜びを分かち合い、さらに強い絆を築いていくことだろう。 ご配信の出来事があったことで、ファンは一層メンバーへの愛情と敬意を深めることとなった。彼らの努力と情熱を理解し、その成果を共に祝う日を待ち望んでいる。ファンとメンバーが共に歩む道のりは、これからも続いていく。その道の先には、さらなる喜びと成功が待っていることを信じて、ファンたちは応援を続けていく。ご配信という予期せぬ出来事に見舞われながらも、 ファンとメンバーは一丸となってその困難を乗り越えようとしている。その姿は彼らの絆の強さを物語っている。ファンたちはメンバーがどれほどの努力をしているかを知っており、その努力が報われることを心から祈っている。未来に向けてファンとメンバーが共に歩む道は、ますます輝かしいものとなるだろう。彼らの絆は、どんな困難にも揺るがない。そして、その絆は、 ファンとメンバーが共に築き上げてきたものであり、これからも続いていくのだ。